エンリケ・メサ・エンリケスは、メキシコ・シュダで、メキコ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。息子のエンリケ・マキシミリアーノ・メサもサッカー指導者である。1982年、選手時代のフルス、クルス、アスルの監督に就任して指導者の道を歩み出した。1992年から1995年にも、 クルス・アソルの指揮を取り、1994から95シーズンには、リギージャ決勝に駒を進めたが、クラブ・ネカクサに敗れた。1995年から1996年には、モナルカス・モレリアの指揮を取ったが、指導者として注目を集めたのは1996年にトロス・ネサの監督に就任してからである。トロス・ネサは、非常に攻撃的なスタイルを見せ、 ベラーの1997のレギュラーシーズンの17試合でリーグ最多の40得点を挙げた。リギージャではアナム・プーマスとネカクサを破って決勝に進出したが、チーバスグアダラハラに2試合合合計2-7で敗れた。リギージャの決勝後すぐ、デポルティーボ・トルーカ FC の監督就任が発表された。トルーカでは結果と内容を両立させ、 わずか2年の在任期間中に、ベラーの1998、ベラーの1999、ベラーの2000と3度の優勝を果たした。2000年にトルーカを離れ、マヌエル・ラブエンテ監督。しかしチームのパフォーマンスは期待以下であり、就任からわずか数ヶ月で辞任した。2006年には CF ・パチューカの監督に就任した。就任後すぐは成績が低迷したが、 ゆっくりとチームを組み替え、同年のコパスダメリカーナで初優勝を飾った。メキシコのクラブが南米サッカー連盟主催大会で優勝するのは初めてのことである。2007年のコンカカーフチャンピオンズカップではチームとして2度目の優勝を飾り、クラウスーラ2007ではチームとして9度目の優勝を飾った。7月には第1回スーパーリーガに出場し、 メジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーを PK 戦の末に下して優勝した。12月には日本で開催された FIFA フフクラブワールドカップに出場したが、初戦のエトワール・サヘル戦に0から1で敗れ、6位で大会を去った。2008年4月には、コンカカーフチャンピオンズカップで2連覇を果たした。12月には日本で開催された FIFA クラブワールドカップに出場し、 初戦のあるアハリ戦には4から2で勝利したが、準決勝のルドジューキト戦には0の2で敗れた。3位決定戦ではガンバ大阪に0から1で敗れ、4位となった。クラウスーラ2009では、レギュラーシーズン1位でリギージャに進出し、リギージャでは、チアパス FC、インディオスでシューダフアレスを破って決勝に進出したが、決勝では、 リカルド・フェレッティ監督率いるアナム・プーマスに2試合合計2から3で敗れた。2009年6月1日にはパチューカとの契約が満了して退任した。2009年には再びクルス・アースルの監督に就任。2010年7月28日、ハビエル・アギーレ監督が退任してあいたメキシコ代表の暫定監督に就任した。8月11日には エスタディオ・アステカに2010フィーファワールドカップ王者のスペイン代表を迎え、1から1の引き分けに持ち込んだ。2012年5月18日には再びトルーカ、監督に就任し、アペルトゥーラ2012ではトルーカを引き、レギュラーシーズン1位でリギージャに進出。リギージャではチーバストクラブアメリカを破ったが、決勝ではレギュラーシーズン2位のクラブティフアナに敗れた。 2013年9月3日、パチューカ監督に就任し、監督の座をガブリエル・カバジェロから引き継いだ。ありがとうございます。